古墳巡弾尺は、イギリスの巡弾尺位。二つ存在し、一つは、ノバスコシア巡弾尺、もう一つは、クレートブリテン巡弾尺である。古墳巡弾尺に係る紋章。クラント家の門に対して、巡弾尺を示すノバスコシアの紋章がクォーター、されている。古墳の古墳巡弾尺は、 ルスの古墳氏族であるジョン古墳が1625年8月30日に、ノバスコシア順弾尺としてジョイされたのに始まる。娘アンしかなかった5代順弾尺、ハンフリー古墳は、1704年3月30日に、順弾尺位を王冠に一度変換し、4月29日に、新たな継承方法を規定された上で再度、与えられた。これにより、 娘無子のジェームズ・グラントと彼とアンの間の男系男子を相続人とする順段尺くらいとなった。これにより彼の死後は順段尺位はグラント系移り、9代順段尺、ルイス・グラントが1811年にスコットランド貴族尺位第5代シーフィールド伯尺を継承したため、その従属称号となった。その後、 九代シーフィールド伯爵は1884年6月17日に連合王国貴族爵位ストラスペイ男爵に除された。しかし、1915年11月12日に娘しかなかった第11代シーフィールド伯爵が死去した際に男系男子に限定されるストラスペイ男爵と純男爵位は11代伯の女系に継承が行われた。 シーフィールド伯爵と分離して、十大伯の次男に継承された。以降、順男爵位は、ストラスペイ男爵くらいの従属称号として、彼の子孫に受け継がれて存続している。詳細は、シーフィールド伯爵とストラスペイ男爵を参照。ルスの古墳順男爵は、上記六代順男爵、ジェームズ・グラントと五代順男爵、ハンフリー古墳の娘案の間の次男で、 古墳荘園を相続したジェームズ古墳が1786年6月27日にグレートブリテン巡弾尺としてジョイされたのに始まる。ありがとうございます。